お客様から気に入られる感じのいい接客マニアック編、ついに解禁ということですね。どうですか最近の自分の接客、なんかマニュアルっぽいなとか、いつも同じようなアプローチ接客になっちゃってるな。感じのいい接客、自分もやりたい、できるようになりたい。今回はですね、私が密かにやっている、他のメンバーには言わずに一人だけやっている、そんな接客方法があるんですよ。そこ言うの、そここだわるのってマニアックなとこなんです。感じのいい接客になるための小技を4つ紹介していきます。今回の内容が良かったよ、参考になったよ、そう感じていただけた方はぜひいいねボタンをよろしくお願いします。感じのいい接客小技その1、フィッティングルームで嘘をつく。嘘ついちゃってるんですよ私、実は。結構フィッティングルームってなると嘘つくんです。お似合いです、かっこいいですね、この色はお客様にしか似合わないです、そんな嘘を言ってますってことではなくて、そうじゃないんです、そんな嘘はつかないです、思ってることしかそれは言いません。私が嘘をついてるっていうのはこういう時ないですか。フィッティングルーム、カーテンが閉まってる、お客様にお声かけしに行きます。お客様サイズ違いを持ちましたけどいかがですか。無言、無視、お客様のリアクションない時ありますよね。ここで私嘘をつくんです。どういう嘘かというと、あ、気まずい、私気まずいな、でもお客様も気まずいんじゃないかな、そんな無視の空間、無視の時間があるじゃないですか。そしたらですよ、私はですね、離れて、フィッティングルームから離れて、誰もいないお客様に向かっていらっしゃいませって言うんです。シャツをご試着中のお客様、ご試着ありがとうございます。サイズ違いをお持ちいたしましたが、サイズいかがでしょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。これ何が言いたいかというと、フィッティングルームの中のお客様に対して、あのカーテン越しに話しかけてきた販売員はもう離れていますよ、遠くに離れてますよっていうのを耳でお伝えしてるんですね。わかります？マニアックでしょ。あえて離れて、あえて遠くでいらっしゃいませを大きい声で言うんです。そうすると、あの販売員もう離れたんだな、フィッティングルームには今私しかいないんだな、そんな風にですね、お客様が安心感を持っていただけます。そうなんです、フィッティングルームの接客というのはもちろん販売員と話したい時もあれば、話したくないお客様もいらっしゃいますよね。それってどうやって見抜くの？見抜けないんですよ。やはり私たちがサイズ違いいかがですか、お色違いいかがですか、お声かけをしに行った時のリアクション次第で、あ、このお客様は販売員を求めてないなっていうのが分かるんです。求めてないお客様にもゆっくり見ていただきたいから、私は離れましたよっていうサインのためにあえて遠くでいらっしゃいますよ言うんです。無言のまま続いてしまうと、もしかしたら販売員が近くでカーテンを開くのを待ってるかもしれないじゃないですか。そうじゃないんです、私は離れましたよってサインなんです。続いて、感じのいい接客小技その2、一緒に散らかす。店内を一緒に散らかしちゃいましょう。そんな接客は感じがいい接客です。どうですか、あなたの周りの販売員さん、売れる販売員さんってなんか売り場をしっちゃかめっちゃか広げたり畳んだりなんかすごいやってませんか。そうなんですよ、売れる販売員さんっていうのはとにかく商品をお持ちするんです。このシャツがお似合いですよとか、いやいやこっちのボーダーのがいいんじゃないですか、これ見てみてくださいとかね、他にもこういうね、お客様白いボトムス、白いボトムスって夏場使いやすいんですよ、お持ちですかとか、じゃあ他にもこういったカーディガンがありますね、はい、茶色のカーディガン渋くてかっこいいじゃないですかっていう風にですね、商品をどん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 ご提供するんです。そうなるとやっぱ散らかりますよね。これ何が感じがいいかっていうと、私たちアパレルのショップ、特に今はね落ち着いた時間もあります、そんな中でお客様がフラッとご来店された時に綺麗にビシッと畳がね23センチ24センチ揃ってる、綺麗に畳んである、そんな状況で触りにくいですよね。もちろん美的意識として綺麗に畳んでお出迎え、これも大事な接客マインドです。ただご来店されるのであれば、どうぞ広げてください、もうこんな風に広げていただいていいんです、もうどうぞボーダーどうですか、シャツはこちらでございますっていう風に販売員が散らかす、表現悪いですけども、一緒になって、ご提供することによって、なんとお客様もね見やすくなるんですね。あ、広げていいんだと、
この販売者すごいいろいろ持ってきてくれるけど、私も同じように鏡に合わせたり、広げて袖を確かめてみたり、そんな風にしていいんだっていう風に、ね、なるわけですよ。これがねすごいマニアックなんですけども、感じのいい接客だという風に感じています。感じのいい接客、小技その3、あえてアプローチをやめる。アプローチ一時停止、やめてそこでストップ。これがね感じのいい接客なんですよ。これどういうことかというとですね、ちょっと距離を空いてアプローチをしに行くタイミングあるじゃないですか。お客様こちらどうぞ広げてみてください、こちら色違いのネイビー合わせやすいですよね、そんな風にお声掛けをしようと思って、私たち販売の脳内ではセリフを思い浮かべた上で一歩二歩アプローチと行くわけですけれども、お客様にもタイミングがあるんですね。お客様のタイミング、お連れ様と会話を始めようとしたタイミングで、あのさって言った時に、あこちら可愛いですよねって言われたら、あちょっとあそうですねってなっちゃうんですけども、接客というのはタイミングが命なんですよ。なので売れる販売員さん、感じのいい販売員さんっていうのは実は一時停止をしまくっています。あここ行こうと思ったけど、やっぱやめた、うん、そんな風にですね接客の急ブレーキっていうのはやってるんですよ。なのであなたも、あもう行っちゃったから言いたいこと、脳内で浮かんだことを全部言わなきゃ、そんな風にですね実はこれ自分本位だと思うんですよね。自分が言いたいから全部言う、そうじゃなくてお客様と私のタイミングにおいてはブレーキはこちらからかけなきゃいけない時もあるんです。なので消極的な接客とはならないですこれは、うん、あえて一時停止した接客アプローチというのはテクニカルな、うん、お客様に配慮した感じのいい接客と言えます。なので先輩からもっと積極的に、消極的な接客ダメだよって言われるかもしれないですけれども、時にはストップをかけること、これも非常に大事です。感じのいい接客、小技その4、大切な人を大切にする、うん、お客様にとって大切な人、その方を大切にするんです。つまりどなたですか？お連れ様ですよね。お連れ様ってすごく大事じゃないですか。ご友人、ご家族、恋人、大好きな人、愛する人、そんな方を大切にされたら私のこと以上に大切にしてくれたなって思えるんですよ。どうやって大切にしますか？この2つの声かけを意識してください。まず1つは最後レジで商品を渡してお見送りするときに、大変お待たせいたしました、この言葉というのは誰に向けて一番言うべきだと思いますか？買っていただいた、ご試着されて気に入っていただいたご本人様、もちろんお待たせいたしました、合っています。ただもっと配慮すべきかと言いますよね、お連れ様ですよね。お連れ様何してました？この何十分とずっと待ってて、ずっと立ちっぱなしでうろうろ他の商品もね手伝って見ていただいて、自分は何も買わない、それで数十分過ごした、大変お待たせいたしましただよね。そうなんですよ、ここができるかどうかでマニアックな気遣いができてるかどうかなんです。こちらお品物でございます、お連れ様大変お待たせいたしました、またお待ちしておりますっていう風に目の配慮、目配りの配慮です。今言うべき言葉はどなたですか？大変お待たせいたしましたを言うのはまずお連れ様なんです。2つ目の言葉掛けというのは、どうぞこちらのソファーご利用ください、そんな一言です。フィッティングルームでご試着の最中にお連れ様はどうしてますか？居心地悪そうにしてますよね。あ、この時間どうしようかな、販売員と話すのも気まずいしな、他の商品見てるふりしようじゃないんですよ。販売員そこで配慮しなきゃいけないんですよ。近くのソファーをおかけください、一言あるかどうか、あ、ここ私座っていいのかな、他のお客様にとってどうだろう、そうじゃなくて販売員が言えばそのお客様、お連れ様は座りやすいんです。この一言あるかないかです。大切な人を大切にする、これが感じのいい接客です。はい、ということで小技4つご紹介させていただきましたけども、沼さんはなんでそんなことを考えて接客をしてるの、何を考えてるのってところなんですけども、これズバリあるんですよ、私の考えが。私はですね、その日の買い上げ率、接客の決定率を上げることだけではなくて、それ以上にお客様の
滞在時間をどうやったら伸ばせるかなってことばっかり考えてます。なのでフィッティングルームで気まずい空気になった時に離れて挨拶をあえて嘘をつくようにする、これはそのお客様の滞在時間居心地を良くするためにやってることなんです。商品を一緒に散らかすなんでやる、お客様が気軽にもっと長く長い時間見ていただけるように自分も一緒になって商品に触れるんです。あえてアプローチをやめる、今販売員がいらない、そんなタイミングもあるんです。大切な人を大切にする、お連れ様が居心地が良ければ全てのお客様の滞在時間が伸びます。これすなわち売り上げが伸びるんです。ということで今回はマニュアルには決して乗らない感じのいい接客マニアック編をお届けいたしました。今回内容が少しでもいいな、役に立ったよ、そう感じていただけた方はいいねボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございます。